暮らしを良くするお片付け研究室、チャンネル登録もよろしくね。こんにちは、お片付け研究室チャンネルの P です。今回はファッション迷子から抜け出すというテーマについて、杉山律子さん著、クローゼットは3色でいいをもとに考察していきます。この動画を見ることによって、自分に似合う服、着回ししやすい服の選び方について学ぶことができます。それでは早速参りましょう。突然ですが、自分に似合う服が分からず、ファッションが迷走気味、服はたくさん持っているのになぜか着られる服がない、もしそんなお悩みを抱えた方がいたら、あなたは何とアドバイスしてあげますか？今回ご紹介することを実践していただくと、毎日迷うことなく服をコーディネートしていくことができるでしょう。それでは具体的な方法を解説していきます。一言で言うと、クローゼットを使いやすくするです。著者の杉山さんはプロのスタイリストとして活躍されています。そんな杉山さんはクローゼットのことを服選びの作業場所であると提唱しています。クローゼットを単なる服の保管場所だと捉えるのは少し違うのですね。そして服を選びやすくするためには、クローゼットの中身や収納方法を見直す必要があります。クローゼットの収納を見直すことで得られるメリットとは次のように挙げられます。 1. 手持ちの服を見える化し把握することで毎日の組み合わせに活かせる。 2. 手持ちの服を把握できれば、服の購入時に似た服を買わなくて済む。このようなメリットを手に入れるため、今回はプロのスタイリストが提唱するクローゼットを使いやすくするコツについてご紹介していきます。ここでは使いやすいクローゼットに変える方法についてポイントを3つに絞ってみました。今の体型に合った服だけ残す、まとまりやすい服だけ選ぶ、収納は見やすく戻しやすく。ここからさらに詳しくこれらを一つ一つ解説していきます。今の体型に合った服だけ残す。まずはじめに、今の体型に合った服だけ残すについて解説していきます。杉山さんは手持ちの服を仕分ける際、選別するポイントを大きく5つ挙げています。 1. サイズが合わない服。 2. もったいなくて手放せない服。 3. 太って見える服。 4. 体型に合っていない服。 5. くたびれている服。ここではそれぞれについてもう少し詳しく見ていきます。 1. サイズが合わない服。痩せた時にはもっと素敵な服が欲しくなるはずです。痩せたら着るかもという服は捨てることがおすすめです。 2. もったいなくて手放せない服。いくら高価な服でも2年間着ていない服は再び着る機会がありません。それでも捨てられない服は別の場所へ収納し、1年間の猶予を置いて再度捨てるか検討しましょう。 3. 太って見える服。自分で判断が難しい場合は、1着ずつ着てみて、首が詰まる、足が短いという印象を与えるなら処分の対象にすることがおすすめです。 4. 体型に合っていない服。サイズはあっても体型として自分の短所が浮き彫りに見えてしまう服は捨てることを考えましょう。杉山さん曰く、全ての体型の人に当てはまるサイズ感の理想はちょいゆる、つまりちょっとだけ緩いものとのことです。 5. くたびれている服。いくら体型に合った服でもメンテナンスできないほどくたびれていては、他人にいい印象を与えません。清潔感のある服を残しましょう。以上、5つの服の選別ポイントを見てきました。杉山さんはおしゃれになるためには自分の体型を知ることを最初に行うよう勧めています。おしゃれな人は自分の短所をカバーし、長所を活かせるスタイルを知っているため、いつでも自分が綺麗に見えるコーディネートを演出できるとのことです。まとまりやすい色だけ選ぶ。続いて、まとまりやすい色だけ選ぶについて解説していきます。服の選別が完了したら、次はコーディネートの基本になる色味を厳選します。杉山さんはクローゼットの中をベースカラーの3色のみでまとめることを勧めています。本書のタイトル、クローゼットは3色でいいにもあるように、コーディネートには多くの色を取り入れるよりも色を絞った方がまとまりがあるように見えるとのことです。具体的には、次のベースカラーの中から3色を選びましょう。白、黒、ネイビー、グレー、ベージュ、トープ、カーキ。
どれを選ぶか迷ったら3色のうちの1色に白を選ぶことがおすすめと杉山さん。白は誰にでも似合い明るい印象になるとのことです。体型に合った3色の服に厳選するだけでクローゼットの中身はぐっと少なくなります。杉山さんのクローゼットも両手を広げた幅に満たないほどの広さに全てが収納されているといいます。実は普段使いの服とはそんなに数は必要ないのです。厳選された服はどんな組み合わせでもおしゃれに見えてくるでしょう。収納は見やすく戻しやすく。最後に収納は見やすく戻しやすくについて解説していきます。服の収納といえば全て引き出し収納にまとめがちですが、杉山さん流ではクローゼットに大半を収納します。ここでは杉山さんが実践しているクローゼットの収納方法を大きく次のポイントに沿って取り上げていきます。ハンガーは同じものに統一するグラデーション収納。それでは具体的に見ていきます。ハンガーは同じものに統一する。これを行うと全ての服が同じ条件で見えるようになり、服選びが簡単になるとのことです。服の種類で言えばシャツ、ボトムス、T シャツなどはハンガー収納で OK とのこと。逆に伸びやすいニット、ハンガーにかけにくいデニムなどは引き出し収納がおすすめということです。ハンガーに収納するメリットとは、例えば毎日着るような時期にはかけて収納した方が目につきやすくなること。また着ないうちに季節が過ぎてしまったということもなくなると杉山さんは主張しています。グラデーション収納、杉山さんのおすすめはハンガー、引き出しともにグラデーション収納のルールを取り入れることだといいます。どういうことかといいますと、1トップス、ボトムス、ワンピース、アウターのようにアイテムごとにグラデーション。2アイテムの色ごとに薄い色から濃い色になるようにグラデーション。このように種類ごとにグラデーションで並べる収納とのことです。グラデーション収納のメリットは、手持ちの服の色の傾向が分かりやすくなる上、洗濯した後戻す場所も明確になるといいます。以上、杉山さんが実践するクローゼットの収納方法を見てきました。クローゼットに全ての服を見やすくまとめると探し回る必要もなくなり、どの服もワードローブに活躍させることができるのです。では最後にこの動画の考え方をまとめて振り返っていきます。まず、自分の体型に合う服、また基本3色に服を厳選するということ、そしてなるべくハンガーにかけてグラデーション収納するということでした。杉山さんは、頑張っていてもいまいちおしゃれになりきれない人は3つの問題があると主張しています。自分の体型を知らず体型に合わない服を選んでいる。シンプルな形の基本アイテムを持っていない。コーディネートに色を多く使いすぎている。体型と色については先ほど動画の中でお伝えしましたね。その他、足が短いなど体型の悩み、また靴、バッグ、アクセサリーなどシンプルな基本アイテムの選び方について本書では細かくおすすめのアイテムを紹介しています。気になった方はお手に取ってみてください。迷子になっていた毎日のコーディネートを垢抜けさせていきましょう。以上で、ファッション迷子から抜け出すの解説は終わりです。概要欄に今回ご紹介した本のリンクを貼ってありますので、チェックしてみてください。お付き合いいただきありがとうございました。このチャンネルでは、片付け、掃除、家計に関する本を紹介しながら、暮らしを良くするためのお役立ち情報を配信していきます。気に入っていただけたら、チャンネル登録やいいねをいただけると嬉しいです。また、このチャンネルの運営会社アシストでは公式 LINE のご登録をお待ちしております。お片付けや出張買取などのご依頼がスムーズに行えるほか、有益な情報もお届けしています。詳しくは概要欄にリンクが貼られているのでチェックしてみてください。それではまた次の研究動画でお会いしましょう。バイバイ。